後に低めをさばきました。清原打球がグインと伸びていきました。この古田が清原を見つめて、あ、外を続けて、コンビネーションの良さといいましょうかね、はい、でこういうボールが、その辺がキャッチャーのリードということになるわけですね、はい、また真ん中です。回を終了、3対0。これでツーというこの清原の今のツーランホームラン、ご覧いただきましょう。いやー、これ低め、これを打たれたらしょうがありません。バッテリーとしては。